いますね。で、そうやっていくと、ここ、あと、ここ、この辺りが全体的にね、ガチガチに流れてます。で、特に言われた右側の肩甲骨ですね。で、これ今どんな感じになられてるかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じでガチガチになられてるんですね。で、それを生肉に戻していくのがとても痛いんです。で、この背中の疲れっていうのは実は足の疲れから上がってくることが多いので、足がしっかり緩めていきますからね。ちょっと待ってね。本番です。頑張ってくださいね。返しこんな感じ。痛いな。痛い。この疲れが上がっていって足の疲れとかになったりするんですね。腕の疲れとか腰痛とかね。踏んでますね。でもまあまあ耐えれる感じですね。痛いですよ。痛いなと思ってますよ。痛い。すっごく。すごく。あ、ここ。いい感じ。いける口ですね。いや、ほんまに痛いとは思ってますよ。ああちゃんと。よかった。やりたいなと思ってるけど、はい、騒ぐ方が、はい、あかんかなと思う。体がね、はい、あの力変に入るかなっていう、そうですね、そっちにを心配するタイプ。ああ、全然大丈夫ですよ。ガチッとすると痛く余計感じる気がするから。確かにね、ちょっと力入れられたりとかするとより痛くなります。でしょ、はい、だからあの無になる。無になる。無になる。正解ですね。あ、無になられてもグイグイ押していくんですけどね。外側いいですよね。左足がピクピクしますね。まあ、右があるということは左もあるってことですからね。嫌な感じ。ね、楽しいですね。抑えてて痛いっていうのがどんな感じかって言ったら、油汚れでギトギトに汚れてる換気扇のファンを荒れ落としてる感じですね。わかります、言ってる感じは。なんとなくとか、白のカッターシャツを2週間ぐらい着た襟元の汚れをゴシゴシ洗ってるみたいな。
無になりましたね。いっちゃいたい。ね、動画でちゃんと痛いって言ってた通り痛いでしょ。痛い。予想はしてたけど、はい、あれだけ悶絶してはるんだから痛いに決まってるよって。そう、そうなんです。演技なわけね。そう、演技なわけはないんですね。痛い。痛い。汗かきそう。汗かきますね。かかれる方多いですね。やっぱりそうなんだ。うーん。うん、力が抜けないね。人間ね、防衛本能というのがあるので、ね、こわばってしまうんですよね。ごめん、今のごめんなさい。ちょっとミス。まあまあです、大丈夫です。それはさっきのに比べれば。ですね。さっきのとこ痛い。痛かったね、ここ。